来られてるからやめてよやめてよやめてよ、ご案内させていただいたんですけれども、今ねキャラさんの到着を今しばらく待っておりますので、まずはね前の方で彦根のキャラさんたちがすでにホスト役ということでね、ウェルカム状態で並んでくれてます。キャラさんたちの紹介などをしながら開幕式のスタートをお待ちいただければと思います。皆さん向かってね、左手からヒコドン彦根城のね鉄砲隊があります。鉄砲隊の演舞なんかもぜひ皆さんご覧になったことない方ご覧になってください。彦根、それからね銀座って書いてあります。銀座の商店街、今日恵比寿くん餅つきするんやんな、ねねね、恵比寿くんです。そしてブロック戦でいいからねブロック戦でいいよ、戦でいいから、もうそれを使命にしてるでしょ。しかもしれっとセンター狙ってるしね、そこは大事な人お話ししてるときに絶対やめてよ、絶対やめて、あかんで、あかんよ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 、ここ君のホームグラウンドのビバじゃないからね分かってる、ここ開幕式のステージだからお願いします。南彦根、ね、お隣の駅になるんです。その駅にねビバーシティというショッピングセンター、大型のショッピングセンターあります。そこでね頑張ってるキャラさんビバッチャ君です。皆さんよろしくお願いします。ビバッチャ君、初ビバッチャ君の方気をつけてください。特に前の方の方、ビバッチャブロックっていうのあるんですよ。家帰ってね写真見たら画面の4分の3ぐらい茶色で何にも映ってなかった、肝心のヒコには角しか映ってなかった、ビバッチャ君角生えたみたいになってたとか、そういうのありますのでね、実害が出てますあちこちでお気をつけください。そして朝以降も大概ね大きいので、朝以降の場合は悪気なくブロックしてることありますけど、彦根のね皆さんのお家に朝早くから新聞、朝日新聞配ってくれてます。自ら取材もします。朝彦でございます。よろしくお願いします。さあそして女子高生が来てるわ。こちらは彦根東高校。彦根はね彦根城、国宝の彦根城あるんですけど、彦根城のお堀のいわゆる城内になんと高校があります。彦根東高校のキャラ、ギンギャンです。よろしくお願いします。そして皆さん、今回こちらにハロー王子、彦根でね、カーリングみたいな感じのチェスみたいな頭すごい使う駒を指で外すハロームというゲームがあります。これを広げるために頑張ってるハロー王子です。
羽生の方からね、ムジナモン到着してくれました。さあ、まずはね、皆さん写真を撮っていただいてます。あとね、白川も間に合ったらね、来てくれると思うんだけど、白川はね、ヒコニャンに負けない持ちっぷりだよ。白川も間に合えば来てくれるはずです。さあ、ではですね、ここから開幕式をスタートしていきたいと思いますが、見ましたか、おりこおりこ、そう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 、あ、違う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 、おさり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 、はい、お願いします。改めまして、私ご挨拶をくれました、A ステージの司会を京都アスター担当させていただきます、山本ひまりと申します。皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ああ、うちの子ありがとう、すごい歓迎してくれた。京都ね、明日こちらは A ステージです。それからキャッスルロードの後ろ側、京橋口駐車場には B ステージ、そしてハナショブ通り、ね、皆さん向かってこっち側にあるなるんですが、ハナショブ通り、こちらは C ステージ、もうたくさんのキャラさんたちが皆さんとね、一緒にひととき過ごすの楽しみにしております。そしてそれぞれのステージにどんなお友達が来てくれるのか、ホープというのはそちらのキャッスルロード、皆さん向かって左側ですね、ブースがいっぱい並んでます。ちなみに今年はね、キャッスルロードにステージはありませんが、本部があります。そちらの本部、ソワジさんの前のところです。本部、それから京橋口の方、京橋ステージのところのインフォメーションで、会場案内図を配布してます。会場案内図持っていない方、ぜひね、今回の会場の各ステージのステージの順番、それからブースの位置、それからバスも走ってるんですが、バスのね、ご案内などなど書いてありますので、ぜひ会場案内図お持ちになってください。キャッスルロードの本部、それから京橋口のインフォメーション、そちらのブースの方でお尋ねください。それからですね、先ほども最初に始まる前にお伝えしましたけど、皆さん今からもうね、みんな目が輝いてますけど、貴重品気をつけてくださいね。貴重品、携帯とかお財布大丈夫ですか？カバン開けっぱなしになってないですか？今ちょっと大丈夫？大事なあのお宝、ショコタの写真とか入ってるんやろ？撮られるようにね。あ、大丈夫かな。で、キャラさんたちね、少し後ろ下がろうかな。ステージの上のキャラさんたち、ムジナモンとヒカニャンとヤチニャン、ヤチニャン前出てセンター取りたい気持ち、そんなすごすごせんでいいから、目立ってるから、十分目立ってるから下がっといてね。さあ、それからですね、さっきも言いましたけども、今日はね、入れ替え制がないので場所取りはね、しないでくださいねというお願いと、それからスリには気をつけてください、そのお願いの方もさせていただきました。さあ、それではですね、この後開幕式に移らせていただきたいと思いますので、それではご準備をいただきまして、はい、それではお待たせいたしました、開幕式に移らせていただきたいと思います。それではまずはじめに、ご当地キャラ博 in 彦根実行委員会副会長であります公益社団法人彦根観光協会会長一円大成よりご挨拶させていただきます。それでは一円副会長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。全国からご当地キャラの熱烈なファンの皆様、そして各種団体ご参加いただきました皆様、ようこそ、ご当地キャラの聖地彦根にお越しくださいまして誠にありがとうございます。主催者代表いたしまして一言御礼申し上げます。本日は、42都道府県そして241体のご当地キャラにお集まりいただきまして、このような晴天のもと、2日間にわたり京橋ステージ、そしてこちら四番町ステージ、そして花勝負ステージの3ステージって、ご当地自慢を行っていただきたいと考えております。今年は彦根城フェスも同時に開催しておりまして、彦根城界隈たくさんいろいろと見どころございますので、どうかごゆるりと彦根をご満喫いただきましたら、私ども大変嬉しく思っております。どうぞ2日間よろしくお願いいたします。
一円副会長ありがとうございました。それでは一円副会長はここでご講談いただきます。ありがとうございました。さて本日はですね、日本三大ご当地キャライベントの開催市長がお揃いになっています。それでは皆様ご登壇ください。それでは改めましてご紹介させていただきたいと思います。ご当地キャラ博員彦根開催、彦根市長大久保隆様、はい、ありがとうございます。代わりまして世界キャラクターサミットイン羽生開催、羽生市長川田光明様、頑張ります。ありがとうございます。そしてご当地キャラ子ども夢フェスタ in 白川開催、白川市長鈴木和夫様、ありがとうございます。それではここで3市長を代表してご当地キャラ博員彦根開催市長であります大久保様よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。7回目になりましたこのご当地キャラ博in 彦根ということで、早朝からご参集いただきましてありがとうございます。そして、今ご紹介をいただきました通りに、川田羽生市長様はムジナモンさんを連れて、そして、鈴木、白川市長様は今白川は彦根城に敬意を表するためにまず彦根城に登ってから来るということで少し遅れているようでございますが、期間中には皆さんに親しくご挨拶をさせていただきたいと、こういうことのようでございます。いずれにいたしましても、大変結構なお日柄をいただきました。どうか皆さん今10月1日から白フェスティバル、この町全体をですねテーマパークにしようということで盛り上がっていこうとしておりますので、どうか2日間盛り上がって大いにお楽しみをいただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そうなんですね、白川彦根城に行ってくれてるということでね、あそこ結構坂がありますから頑張って戻ってきてくれると思います。それでは私の方からね、白川を含めましてちょっとねご紹介させていただきたいと思うんですが、白川今ちょうど市長がね見せてくださいましたけれども、市長のお衣装の方に、はい、白川がチラ見してます。チラ見してます。かわいいでしょ。この白川は福島県白川市のキャラクターで、9月に開催されている日本三大ご当地キャライベントの一つ、ご当地キャラ子ども夢フェスタイン白川が縁で、今年の8月に実は白川市のお子さんたちと彦根のお子さんたちとの交流事業もさせていただいたんです。で、今年の9月の白川でのイベントには彦根のお子さんたちと、残念ながらひこちゃんね他の用事でね一昨年行ったんだけどね、行けなかったんですが、今年はねなんとやちにゃんが行かせていただきました。ありがとうございました。福島の、ありがとうございます、福島の観光とか8月に白川のお子さんたちが作った小峠焼き、これを届けさせていただきました。そしてね、ムジナモンもそれではご紹介させていただきましょう。ムジナモンはね、はい、間に合って来てくれましたよ。埼玉県羽生市のキャラクターで、この羽生市では皆さんご存知の日本三大ご当地キャライベントのラストを飾る世界キャラクターサミットイン羽生が11月に開催されます。で、こちらはひこにゃんも毎年参加させていただいてます。ありがとうございます。どちらのイベントも彦根のイベントのノウハウをもとにとっても大きなイベントに成長して、今回初めて開催市の市長様にこの彦根でお揃いいただきました。羽生市長、白川市長、わざわざ彦根にお越しいただいて本当にありがとうございます。11月の世界キャラクターサミットイン羽生のご成功、そして今年に引き続き来年もご当地キャラ子ども夢フェスタイン白川盛大に開催されること、私たちもキャラたちもみんなでお祈りしております。これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあそれでは開幕宣言に移らせていただきたいと思います。ご当地キャラ博員彦根実行委員会実施本部長であります彦根商店街連盟副会長富田圭一より開幕を宣言いたします。お願いします。はい、皆さんおはようございます。素晴らしいいい天気で本当に喜んでおります。今年もこうして盛大に開催することができました。ちょっと似合わなくしてますけども、これが今年の制服ということで、会場内ではこのエプロンをした人間が何人かおります。もしわからないことがあれば気軽に尋ねていただければ結構かと思います。それではご当地キャラ博インヒコネ2014を開幕いたします。ありがとうございます。これを持ちました。それでは開幕式を閉じさせていただきます。皆様ありがとうございました。